はい、賛美をしますけれども、初めての曲なので、皆さんよく分かってないと思うので、2回繰り返しますけどもね、そういうことでよろしくお願いします。はい、詩編の23編ですね。23編は誰かいる。はい、最初は詩編の23編、これは座ったままで賛美したいというふうに思います。Thank you.
私の愛が働いていると主は抑えます。あなたとは私の技を受け入れ信じ従ってきなさい。あなたとの人生におけるこの全てが益となるという技をあなたとは見ていくであろうと主は抑えます。
この主はこの御言葉を通してこの愛を求めなさい、御霊の賜物である預言を熱心に求めなさいとこの語られている、この御言葉に従ってあなた方は熱心に愛を求め、また御霊の賜物を預言を熱心に求め続けていきなさいと主は言います。この御言葉に立って従うときに神は栄光を表されると主は言われます。あなたの占領すべき多くの地があると主はされます。あなたは私によって奮い立ち、また私の計画を行っていきなさいと主は仰えます。信じないものにならずに信じるものになりなさい。また国内国外において神の言葉がこの置かれた場所において、神の言葉は真実であり、神の時にその言葉は成就していくとしか言われます。また多くの難民がこの時代生まれてくると主は仰えます。またその難民におけるこの飯があることを覚えておかなければなりません。私はその道を開くとともにその働きを開いていこうとしなさいます。この貧しき者に福音を、囚われ人に解放をと主がおせられます。あなた方をそのために用いていこうとしか言われます。虹のような賛美、今度は歌ってるけどですね。私の示すところに従ってあなた方はまっすぐ登っていきなさいと主はされます。この21世紀の福音伝道の働きにおいて、この映像動画というのもさらに用いる計画が主の御手の中にあると主が言われます。信仰を持ってこの森のある方々は進めていきなさいと主が言われます。さらにこの映像動画は多くの働きを開くポイントとなってくることを覚えなさい。特にこの映像動画の働きを主は豊かに祝福し、この世一般にこの浸透するようにこの道を開くとしか言われます。さらに私の例によって非常に効果的な映像また動画を私はあなた方に与えていこうと主はされます。またそれは多くのものに影響を与えることになると主はされます。
またさらにインターネットの働きにおいても主はこの映像動画の非常にクオリティの高いものを提供し、この世一般にこの福音を述べ伝え、また主が救い主であり癒し主であるという事柄をこの映像動画を通してさらに伝えていくとしか言われます。またあなたはこの私の手のない映像動画と私の手のある映像動画の違いを見ていくであろう。主はこの約束された事柄を真実に、この確かにこの神の時に成就される方であるがゆえに、この映像動画の働きにおいても祈りを土台に進めていきなさいと主が言われます。主を喜ぶこと、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神お自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。